それでは早速九州初上陸福岡イルミナージュを覗きに行ってみましょう。こちらは光のトンネルです。この光のトンネルは絶対インスタ映え間違いなしなので、ぜひぜひたくさん撮っていただきたいですね。階段がたくさんあってすごいきついかもしれませんが、かわいいかわいい動物ちゃんたちがお出迎えしてくれるので、飽きずに疲れずに屋上まで登ることができそうです。屋上まですごい階段が多くてきつかったのですが、イルミネーションがあることで疲れを感じずに来ることができました。さあ屋上にやってまいりました。わあ、すっごい綺麗ですね。こちらの屋上からは福岡の綺麗な街並みが一望できます。それでは早速天神の夜景を覗いてみましょう。わー、夜の天神の景色がすっごく綺麗です。福岡イルミナージュは上りは動物エリア、下りは恐竜エリアとなっております。帰りも光のトンネルがありました。行きも帰りも綺麗なトンネルが皆さんをお出迎えしてくれてます。こちらは恐竜エリアです。たくさんのいろんな種類の恐竜ちゃんたちが皆さんをお出迎えしてくれてます。見たこともない恐竜もいるのですが、どれもすっごい力強くて可愛らしいです。皆さんいかがでしたか？福岡イルミナージュは2月19日まで開催されているので、皆さんぜひ行ってみてはいかがですか。リポーター中村瑠衣がお伝えいたしました。それでは皆さん、バイバーイ。